きっとそっちで何かが分かったんだよね。まあ分かったけど、クレアの心の奥底に迫れてる気がするよ。いやー、めっちゃプライベートやん。きつー。なんかお一人で官能領域へ向かわれるのですね。一緒やなこれ言うてること。出た7か。これやな。引き続き記憶の結節の解消をお願いするよ。もう少しでクレアの心のロックを解除するための材料が揃うと思う。クレアもきっと頑張ってる。あと少し頑張ろう。ああ、いや兄貴やっとるぞあれ。多分きついきつい。着いた。よし、だいぶヒントは集まってきた。クレア本人の官能領域にもう少しでアクセスできるようになるはずだ。始めよう先輩。わかった、出てきた。うん、外していく。長生きすなよ。さっさとくたばれ。ひるんだとき後ろ行きよるからな、お前。いややわ。はい。2体か。はい。エドリックの足取りはまだつかめないのか。ダメだな。周辺海域の濃度がかなり高い。追っ手の船は出したが、これじゃ見つけ出すのは不可能だ。あの男のことだ。この状況も全て織り込み済みなんだろう。え？家を離れた時から何かしでかすとは踏んでいたが、よもや実の父を手にかけるとはな。やっぱりやってんな。じゃあ、ああ。幸い、クレアは何が起きたかをまだ理解していないわ。あの子には事実を伝えないでおきましょう。そんな、クレア様に嘘をつけて仰せですか。考えてもみろ。ビクトリアスから親殺しが出たとなれば、我々の家名にまで傷がつく。クレアに伏せるのはもとより。この件は一切他言無用だ。そうだな、これは賊の仕業だ。いいな。そうせざるを得ないわね。近隣港への通達内容を私が急ぎ取りまとめておく。ここの処理はお前たちに任せたぞ。出た。おい、おい、痛い痛い痛い。早く止まれ。長生きすなよ。長生きすなよって。撃った方が早い、もしかして。いてー。そうでもなかったわ。殴った方が早いな。3体か。こうして父の死は賊の襲撃によるものとして処理された。彼らが用意したシナリオに合わせて、いつしか私は父の死に関する全てを忘れた。兄の出奔を知るわずかな者たちの口をつぐみ続け、ついに私の記憶が起こされることはなかった。そしてその数ヶ月後、遠方の海域で兄の死亡が確認されたとの通達が届いた。うん。知らせを受けた私はやはり偽りの悲しみに暮れた。だってほんまのこと思い出したらな、自分が親父殺したのと同義やんか。そんな、本当にお父上様の後を継いでゴッドイーターになられるのですね。はい、私は誇り高いビクトリアス家を、父の意志をこの手で
守っていきたいんです。私はビクトリアス家の長女ですから。こんなご時世に、わ、なんと立派な父と兄を失った不幸でけなげな少女、私はその役をずっと演じ続けた。演じてるわけではないと思うけど。何もできなかった。兄の欲望に気づかず、あろうことか手を貸し、むざむざ父を殺させてしまった。私は多くの人から父を、ランダル・ビクトリアスというかけがえのない人間を奪ってしまった。自らゴッドイーターに志願し、埋め合わせをしたつもりになることで、私はどうにかこの事実から目をそらしたかった。自分も危険にさらして罪滅ぼしをしたかったってことか。どう、あらかた終わったかな。ああ、こっちも必要な材料は揃ったよ。これできっとクレアの心のロックが解除できる。戻ったら最後の作戦を練ろう。わかった。いや、重いな話。こんな重なる思てへんよ。はいはいはい、次でもう鍵いけるんだよな。先輩のおかげで最深部への道がようやくつながったよ。実はさ、クレアが昏睡状態に陥った時、本当にどうしようと思ったんだけど、あの時先輩がかけてくれた言葉のおかげで、なんとかここまで来ることができたよ。改めてありがとね。さて、それじゃあ接続へ向けて準備を進めるよ。クレアを救い出そう。当たり前。この間ね、学校の調理実習で作ったお菓子が美味しくできたの。クレアが起きたら食べてほしいな。美味しいって言ってくれるかな。お父さん、クレアのことをより惜しくお願いします。うー、噛んじゃった。かわいい。いよいよですね。クレアさんのことよろしくお願いします。一緒に帰ってくるか。これやな、ついにクレアの心のロックを解除できた。あとは助けるだけだね。きっと今クレアは重要な何かと向き合ってると思う。先輩が力を貸してあげて、信じて待ってるよ。わかった。お二人揃って無事の帰りをお待ちしております。どうぞお気をつけて。一人で あれなんや、ゾイと戦っとんかな。クレア大丈夫か。戦ってん。どうして来たの。あなたを危険な目に遭わせたくなかったのに。これは私一人で解決しないといけないことなのに。ごめん。ん？あなたは家族を放っておけるような人じゃなかったね。来た？来た。あいつの正体。痛い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 。あれはきっと私が過去に犯した罪の意識。罪の意識強すぎん？そう、私は兄の本当の姿を知ろうとしなかった。昔のように二人に仲良くいてほしかった。いや、それ理由言わへんからやん。私のことを信頼してくれた父を欺いた。私の勝手な願いのために。お前のせいで父は兄に殺された。お前が殺したんだ。そうよ、私が父さんの死に加担した。何もできなかった。あなたの言う通り、私が殺したも同然。ごめんなさい。あなたから目をそらそうとして、あなたを忘れようとして、こんな大切なことを忘れていいはずがないのに。お前は恐れているが、
周囲からそれが魔法されるの。ねえ、怖かった。父を慕う人たちの怒りや悲しみは私が一番よく分かっているから。お前を破滅することでその罪を償うのかしら。ええ、そう。それをしたところで私の罪が消えるわけじゃないのにね。私はもうあなたから私の過去から逃げたりしない。そんなそもそもが親理由言わへんからやんか、誰も彼もがよ。で理由教えたりや。な、理由も知らんねんからそれは仲良してくれ思うがな。んなおかしな話あったまるかいや。え、あ、演技できそう。これか。赤いエンゲージやな。私ね、自分の犯した罪を、過去をちゃんと背負いたい。だからお願い、力を貸して。任せろ。エンゲージ切れそう。あ、切れたもんだ。お前タフいな。あんでライオンよ、ゾイド、いつくたばんねん。タフいぞ。てかお前 V 破壊とかできるん？多分できひんよな。え、でも怒って活性化はするんや。捕食とかするん？捕食しよるわ。マジ？お前それで捕食できるんかーい。たぶん V 破壊ありそうやな。ちょっとやるか。ないんかな思ってたけど、なんかアリ寄りのアリっぽい。ちゅうわけでちょっと V 破壊を狙う。うん、硬いなあんね。やべ、捕食や。おいおい、俺やな、寝ろ寝ろ。危ねえよ、エンゲージ。危ない、ないない。いやー、攻めるに攻めれ。ややこい。攻めずれ。痛い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 。当たっとらんど。また捕食か。すぐお前それやな。誰、俺か。んな直線的な当たるかや。誰や思てんの俺を。よこせ。あいで。ちょ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 。危ない。落としといて。また捕食？ちゃうわ。走り回るやつか。おいおいおい、どうした？来ておら！へい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 、どうした？あ？早く下がれお前。活性化したからないね。まだか。誰狙ってる？クレアか。逃げろ逃げろクレア。逃げながら回復やるな。一体ゲロ痛いんやが。ちょ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 。おー、ナイス。走り回るやつか。当てろあれよお前。ジャスがネロだのによ。おい、気をつけろ。これがコアエンゲージか。終わったね。うん。
ここにいてくれたおかげで、私はようやく自分の過去と向き合うことができた。うん。今までは自分を偽るためにゴッドイーターになって形だけ家を継ぐ真似をしてきたけれど、これからはちゃんと自分自身の意思でビクトリアス家を継いでいける気がするの。よかったよ。本当にありがとう。あ、笑っとる。ん？私、あなたを危険な目に遭わせたくなかったって言ったけど、本当はきっとそれだけじゃなくて、私が過去に犯してしまった罪を、弱い姿をあなたに見られたくなかったのかもしれない。まあそう思って当然やろ。勝手ばかりでごめんなさい。そらしゃあないってみんな思うわ。できればあなたに迷惑がかからないように自分で何とかしなきゃって思ったんだけど、うん、結果的に思いっきり負担かけちゃったね。クレアのことは負担じゃないよ。え、そんな風に言われるとちょっと照れちゃうな。でもすごく嬉しいよ。お？先輩、クレア、応答できる？あら、通信障害やったんか？キースの声。あ、繋がった。二人とも大丈夫？はい、大丈夫です。ご迷惑をおかけしました。はあ、よかった。無事なんだね。まあ、キースもそらそう思うわな。自分のせいで思ってんねんから。待ってて、今から引き上げるから、切断シーケンスに移行するよ。はい。それじゃあ戻ろうか。ん？なんやなんや今のは。ん？え？どうした？俺に惚れたか。困ったやつやで。末永くでお前もこら。